こちらが浜寿司の牛カルビユッケです。炭火焼き牛カルビユッケ、いただきます。うん、美味しい、普通に美味しい。うん、うん、油も乗ってて最高。そしてこれが浜寿司のなんだっけ、牛カルビ、炭火焼き牛カルビです。肉が結構モリッと、企業努力、いただきます。最高に美味しい、とろける、脂身が多いと、多い時はこうやってわさびをしっかり乗せて食べるとなんかこうさっぱりいただけます。でもこれ別にわさび必要ないと思うぐらいな感じです。脂もそんな多いわけじゃないから、これ美味しい。うん、お米は結構ねっちりしてますね、ここのは。浜寿司は初めて来たけど、ここのお米はねっちりだもん。でも美味しい。そしてくら寿司の馬だれ牛カルビです。いただきます。これは馬だれだからタレついてるのか、何もじゃあ必要ないね。このままいただきます。うん、うん、おいしい。うん、こっちも負けてないね。タレがちょうどいい、おいしいねカルビ。そしてそして今回は炙りチーズ豚カルビです。今回もくら寿司、いただきます。これも、いるのかな、醤油いらないか。すごいこのツヤ、油、マヨネーズ、いただきます。うん、なんかすごく甘い。あと炙ってあるから香ばしい。うん、なんかもう一枚あるといいな。でも最高、美味しい。あ、塩振ってみようか、ちょっとだけ。あ、毎回、もう毎回塩に失敗する。うん、甘じょっぱい。そして最後の、肉メニュー、肉メニュー、くら寿司の炙り豚カルビテリマヨ、マヨ炙ってあります。これも豚さんですね。牛は一つだけか。わ、
やばい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 、取れちゃう。あ、なんか一つ恥ずかしいな、こっちつるんとしちゃった。ちょっとこっちいただきます。なんかこれも香ばしいのかな。うんうん、味付けしっかりしてる。うん、美味しい。肉に関してははま寿司、くら寿司、こう落ち着けがたい。どっちも美味しいけど、肉ははま寿司かな。ちょっとあのボリュームというか肉がふっくらしてた感じがあったので、まあでもどっちも美味しい。以上、くら寿司、はま寿司、肉対決でした。